はい、A10031I です。続き、どうぞ。この宇宙に必要なものは全てを支配するもの。因果率を調整するものなのだ。そのために、クロスゲートパラダムシステムを作り出す。我々の力を手に入れるべく、全世紀115年の地球へ、デビルガンダムを送り込んだのか。そうだ。お前たちが確実存在するのは新世紀115年の地球だけだった。だが私が直接動けば、私の知るウルトラマン、お前たちに気づかない計画を阻止されるおつがあった。だから私は慎重に計画を進め、正体を隠して地球系へ潜伏した。その時に隠れ身として結成したのが、デオバリムというテロ組織だ。さらに私は自分の癖を作り出し、そのものに私の全知識と記憶、私の命令がインプットされたナノマシンを埋め込んだ。その命令とはデビルガンダムの生体ユニットとなり、過去の地球へ行ってウルトラマンと同化し、その力を手に入れること。つまり私は私自身という身代わりを作ったのだ。それがイングラム。そうだ、イングラムと名乗る人間の正体は、私の複製人形、私のコピー、私の賭け、私の分身などだ。てめえ、何様のつもりだ。人形は何だと思ってやる。単なる道具という答えで不可。さあ、言うてね。人間か、イングラムか、道具なんてのか。私は複製人形にアルティメットガンダムクソフレームを託し、ネオジャパンコロニーのライゾー博士の元へ送り込もうとした。仮にガッシュ博士がアルティメットガンダムの正体に気づいても、私の複製人間が生体ユニットなら問題はない。複製人間はオリジナル、つまり私と同じ行動原理を持つ。彼は必ず過去へ行き、光の巨人の力を手に入れて帰還するはずだった。また誕生した私の複製人間は、私の記憶人格を完全にコピーしたにもかかわらず、独自の人格を持っていた。それであの時、疑似人格のプログラムミスだと。私の複製人間は、誕生後ネオバリューからモビルスーツトラバスを奪って脱走し、行方不明となった。そう。檻に埋め込まれたナノマシンは作動せず、その対象として俺は記憶を、融雪の記憶を失った。今にして思えば、記憶喪失が俺の独自の人格を形成するのに役立ったのかもしれん。だけど、お前はイングラムなんだろ。俺たち仲間、イングラム・ペスケンなんだろ。お前たちが知るイングラム・ペスケンは、融雪骨折の記憶と独自の人格を持つイレギュラーな不正人間。不完全、不安定で哀れな生き物なんだよ。やむを得ず私はガッシュ博士と直接に接触し、アルティメットガンダムを完成させた。だが、クロスゲートパラダムシステムを組み込んだそのガンダムは、教授によって暴走。後の話は君たちの方がよく知ってるはずだ。やはり貴様が、貴様が全ての元凶か。完全に作動する見込みがあった。アルティメットガンダムクロスゲートパラダムシステムを失った私は、インガリスの調整に苦労した。ネオバディムやネオジャパンコールに軍上層部を操って、5人の少年やガンダムファイターにデビルガンダムを追わせたりもした。やはり最終的な情熱ってのはお前か。そうだ、私はネオバディに参加した。お前たちの支援者に資金を提供し、デビルガンダムの回収命令を出した。お前たちもイングラムと同じく私の操り人形に過ぎない。だが人形操りとは自分の手で断ち切った。そして俺たちは自らの意志で戦うことを学んだ。僕たちの戦いの意味を、僕たちの存在意義を、この戦いで得ることができた。そうだ、俺の正義は俺が決める。そして奴は、俺たちは本当の敵を俺に示した。それは貴様だ、ユーゼス。お前たちでもナノマシを注入したのだが、お前たちの指令者が密かに抜粋をしていたようだな。そんなもん注入されても、俺たちはてめえの人形なんかになれ。まあいい、それは些細なことだ。だが、まさか自分の複製人間すべての因果律をまとめ上げ、私に対する対抗手段としてガイアセーバーの犠牲的の予想外だったがな。結果的には光の巨人の力を手に入れることができたから良いものの。さあどうする、ガイアセーバー。今まで仲間として戦ってきたイングラマ、私の操作でいつ敵に周りを知れるものだ。何、イングラムよ、なぜ因果律を操作して自分の存在を消さないかと言ったな。それはお前に私の部下とガイアセーバーの始末をさせるためだ。さあ、もれ、運命の歯車よ。
無駄か癒せますよ。そんな、ここまで来て最後の敵がエングラムだなんて。ああ帰ってエングラム。イングラムを殺してきまい。そのはまさかお前たち人間の愚かなところだ。さあお前だってまたその愚かな人間じゃねえか。それが嫌だったからこんなことしてんだろうが。何てめえこそ弱くて愚かな人間そのもんだ。その実からてめえは逃げてるだけだ。さあ何を言うか。どうやら潰したったらしいな。俺イングラム奴を落ち着するのだ。自分を取れません。イングラム両親回路が不安定な俺は、君やみんなのおかげでギリの笛の呪縛から逃れることができた。どうだ人造人間の俺でできてお前にできないはずがない。自分を取り戻すんだイングラム。君はそんなに弱い人間か。だってイングラム貴様を外野すればですな。だってユーズスの呪縛を断ち切れ。イングラム君は僕や仲間たちに人間の素晴らしさを教えてくれた。君はユージェスの複製という呪縛を背負いながらも自分の人格も仲間や地球を守ってきた。僕は君の姿を見て人間とは強く温かな存在力を知った。そして僕は君を見て人間に運ばれたんだ。だから君は強い。君は負けない。必ずユージェスの呪縛を断ち切ることができる。イングラムさん必ず生きて帰ってきてください。俺はもうお前の操り人形ではない。バカ不正人間のお前が私の命令に逆らうというのか。俺はお前にとって唯一守らない存在になったろう。今までもそしてこれからも。それにユーゼス、お前が言うほど人間を愚かでもなければ弱くもない。俺はガイア生物のみんな違ってそれを知った。貴様この世界に超絶的な力を持つ存在の必要はない。そんなものがなくても俺たちは今まで生きてきた。そしてこれからもそうだ。絶対的な力の支配者が不必要なことを地球人類はこれから証明しようとしている。私が地球人にどのような仕打ちを受けてきたか忘れたか。身勝手で凶暴な悪しのは地球だけでなく宇宙を滅ぼすぞ。もう一度言う。お前が言うほど人間は愚かでもなく弱くもない。やはり貴様だけはこの手で始末しなければならないようだな。ラストバトル、いよいよ始まります。この場合、ユーゼスに触って始まるわけです。では、ここで。最強メンバーにして、そして戦いを挑みましょう。というわけで皆様、本日はここでセーブをして終わります。さよなら。